はい、皆さんこんにちは。今日はですね、意外とこの真夏の暑い時期なんですけど、お客様から貝殻虫のことについてね、結構問い合わせがあるんで、ちょっとその貝殻虫のことについてちょっと防御とかいろいろ説明させてもらいます。ただ実際はですね、貝殻虫っていうのは今の時期じゃなくて、やっぱり冬場の休眠期、葉が落ちて枝だけになって、よく見えるときに、防除っていうかね、対策してもらうのが一番いい時期なんですよね。ただ、そういう、お問い合わせがあったので、一応どういうふうにして、防除をしたり、対策をするかっていうことをね、ちょっとやりますので、ちょっと見てください。症状とするとね、こちらにあるように、こちらもだいぶ古い株で、ピエール・ド・ロースタールの株なんですよね。もう10年近く経つんじゃないですか。もうとても太いですよね。それで、見ていただくとわかるように、なんかすごくこう白いですよね。これが若い木なんだけど、こういうところにこう、白いゴツゴツのがあるんですよ、これ。これ、この貝殻虫なんですよね。今こう、擦ってますけどね、ブラシで。こう、白をこう、取れるでしょ。でね、これをね、通るのは結構大変なんですよ。疲れるしね、首も痛くなるし。で、一番いいのはですね、車とかね、そういうのをこう洗うのに、高圧洗浄って結構いろいろあるんですよ。そういうものを使ってね、やると、比較的簡単にね、楽に取れるんで、別に、バラに対しては害もないんで、ちょっとね、そのやり方をちょっと実践してみますので。これね、ブラシでこうやってやってもね、確か取れるんですよ。取れるんだけど、大変ですよね。全部をこうやって、こう狭いところまでこう、やっぱりいかないですよね。これでもいいんですけどね。じゃあ、今、高圧の、うち、エンジンのがあるんでね、散布する機械で、それを高圧にして、水、ただの水ですよ。ただの水で吹き飛ばすんですね。高圧ですからね、きれいに取れちゃいます。で、それを実践してみますのでね。これが、高圧っていうの、機械を使ってね、ああいう機械ですけどね。なかなかね、ご家庭では、ああいうのはないんですけども、今、車とかね、そういうものを洗浄するので、こういろいろあるんですよ、そういう器具がね。そういうものを使ってもらえば同じ効果ですから、十分使えますので、じゃあ実際にやってみますね。どういうふうに落とすか、いいですか。よく見ててください。
とね、撮った画像があると思うんですけど、全然違う、綺麗でしょ。もう本当にこう隅々までね、高圧で吹き飛ばしちゃうんで、本当に楽ですよね、疲れないし。それでこうね、別に被害このぐらいで全然痛まないんでね、もう本当に手が痛くなりますよね、このぐらいの圧力です。これが一番貝殻虫にはね、有効ですね。だから、休眠期、歯がない時期にね、これやってもらえば、すごく有効です。これ社長、さっき歯ブラシでやったと思うんですけども、最初に。はいはい、歯ブラシでやるときは、水とかかけないです。ただ、こするだけ ね、うん、ですよね、こうね。そのままこすって、こすった後に水をかけるとかは別に。まあ、それでもいいですけどね。ただね、これだとね、本当にね、こう、隅々まで綺麗にいかないんですよね。こういう風にね、こういうのが本当に綺麗でしょ。まだ裏までやってないからね、こっちだけだ、表だけだからね、でももう全然綺麗でしょ、全然ついてないでしょ、裏はひどいですよ、うん、だからこれをしてね、それでもやっぱりね、やっぱりこう、かからない、できないところって届かないところもあるんですよ。だからこれやった後に貝殻虫の薬を撒いていただければもうほぼ完璧ですよね。それでできることなら1年に一度、冬場に必ずやれば、貝殻虫の心配はまずないですね。うん、この貝殻虫っていうのはそもそも虫なんですか？うん、白いのが虫？寄生虫ですよね。ここにこうついて、ここに触手を差し込んで汁を吸うんですよね、樹液をね。うん、白いのはアブラムシも一緒ですよね、うんうん、白いのが虫なわけではないんですね、うん、白い内側、あれはローで、外側ローでこう自分を守っているんですよね。中に虫がいるんですか、うん、そうそう、これにくっついてね、うんうん、外側は自分を守る、鎧みたいなものですよね。ただ貝殻虫の中でね、いろんな貝殻虫があって、これは比較的取りやすい方ですよね、本当にこう、ルビロ貝殻虫とかそういうものは本当に取れないですからね、うん、バラの場合はね、バラの貝殻虫はそんなに、こういう、こんな貝殻虫みたいなものだから、そんなに取りづらいってことはないですね。ただ、ブラシでは大変ですよね。これ、貝殻虫を防除しないで、ほっとくとどうなるんですか？やっぱり木が弱りますよね。樹液が吸われちゃうから。アブラムシと一緒だから。木が弱りますよね。で、やっぱり見てくれ悪いでしょ、うん、ね、なんかこう見た目にもね、今一番ひどいとこやったけどね、穴も。ボツ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 ね。だから、ぜひ、この、高圧洗浄。意外と、手軽にね、小さいのでね、結構高圧のありますからね。メーカー名を言うとなんだか言わないですけど、いろんなのが出てます。はい。車は高圧洗浄ですよね。ぜひ利用してください。で、これ薬剤散布の薬剤はどんなもの、どこにかけるんですか？ですね、貝殻虫のね、薬っていうのはね、やっぱ冬場使うんでね、いろいろ、ちょっと、強い薬多いんでね、これなんかスプラサイドっていう乳剤ですよね。これ貝殻虫って書いてありますけどね。だそういう専門薬がありますのでね、それを使っていただく。あとは、新乳剤だとかね、よく冬場にね、石灰溶合剤とか、そういうものも一つの薬なんじゃないですか。それをやっぱり株全体にかけるんですか、枝とかじゃなくて葉っぱも含めて。だから葉っぱっていうか、だから冬だから葉がないから、ね。ああ、葉がない時ね。うん、だから2かけてもらう。はい、だから、結局、なかなかね、貝殻虫でさっき言ったように、自分の体をローで包んで、薬がなかなか届かないですよ。だから、必ず、こういう高圧洗浄とか、これブラシとかで落として、その後にやらないとね。ただついてるの薬かけても効かないですよね。薬を弾いてしまうんですよ。自分を守るために、ローで覆ってるからね。じゃあなんか予防みたいな、防除した後に次につかないための予防みたいな意味で薬剤する。ね、だいたい、でも高圧洗浄で落とせば、だいたいね、1年1回やれば、まず悩むことはないです。それで、若いうちはつきづらいんだけど、やっぱり木がこう古くなってくると、表面がおざらざらしてくるんで、やっぱりつきやすいんですよね。古い株にはね、だから余計やっぱりそういうの使わないとね、若い木ってのはツルツルしてるから意外とつかないんですよね。こういう古くなってくるとつきやすいんですよね、これね。じゃあこの小さい虫でもね、やっぱり数つけばやっぱりダメージ受けるんじゃないですか。
まあ、なかなかね、そういうあのお手入れ大変だけども、まあ、一つのそういうあのカイガラスについて の、まあ、あの対策の、ね、一つの方法ですよね。あと社長すいません、あの今葉っぱがないところをやったんですけど、冬でも葉がついてることってありますよね。いや、それも遠慮しないで、葉がついたままでも同じようなだから結局構わないよ。だから要するに冬にあの手入れしますよね、うん、あの剪定とかするでしょ、休眠期にね。でその時に剪定した後にやってやれば一応有効ですよね、うん、余計な枝が残ってなくて、うん、必要な枝に対して対策してあげる、うんうんうん、分かりました。まあ、かなり楽になると思いますよ、はい、ぜひ試してください。はい、ありがとうございました。はい。